皆様こんにちは、じゅんです。今回もインスタ360エースプロ2ネタですが、まず前回の動画内容についてのお詫びと訂正があります。アクション5と比較している動画で明るさが違いすぎるという話をしたのですが、今回の検証で原因が分かりました。アクション5での撮影素材と比べている動画、 HDR をオフにしたつもりでオンで撮っていました。つまり今回の話題でもあるこの HDR 設定によってシャドウ部が起こされ過剰な明るさになっていたというわけです。ということで本題に入っていきますが、今回はこのアクティブ HDR とシャープネスが画質にどの程度の影響を及ぼしているのかというのを検証していきます。今回の撮影パラメータですが、画角はデワープ、すべて通常動画で ISO 1600、シャッター速度100分の1に固定しています。今回は上限設定という曖昧な状態をやめて、露光に関しては確実に固定できている状態で検証します。まずはデフォルトである HDR オン、シャープネス中の映像からご覧ください。暗部がしっかり持ち上げられ、路面も明るく映っています。対して HDR オフの映像がこちらです。暗いところは暗めに映ることでだいぶ自然な映像になりました。ちなみに2倍拡大してみるとこんな感じなので、やはり高画素を使うクラリティズームは ISO 1600でも画質的に厳しそうです。 HDR オンとオフを並べてみるとこんな感じになります。続いて HDR オン、シャープネス低の映像です。前の動画でもお話ししていますが、だいぶ柔らかい感じに映ります。HDR をオフにするとこんな感じ。そして並べてみます。最後に HDR オン、シャープネスはこうです。中と低を比べた時ほどあからさまな違いはなさそうですが、やはり全体的にかなりパキッとしています。 HDR オフにするとこうです。こちらも並べてみます。いかがでしょうか。最後に全てを並べてみてみましょう。それぞれが小さいサイズになってしまいますので、全部並べると細かい差までは分かりにくいかもしれません。ここまででだいぶ傾向が見えてきましたが、ピュアビデオでもシャープネスの中と低を選ぶことができるので、それぞれ見ておきたいと思います。まずはシャープネス中です。想像でしかありませんが、ピュアビデオは通常動画よりも ISO 感度を上げられるのと、強制で HDR がオンになっているような気がしています。続いてシャープネス低です。やはりこちらもちょっと柔らかすぎる印象です。ちなみにピュアビデオで2倍にするとこんな感じです。切り替わりがサクッといくので、こちらはもしかするとデジタルズームなんでしょうか。通常動画でもそうなんですけれども、2倍から1倍に戻した時に再度なんか露出調整をしてそうな、こう明るさがふわっと変わるようなシーンが時々見受けられました。結論としては、個人的には通常動画モードで HDR オフ、シャープネス中で使っていこうと思います。HDR について前の動画で白飛び黒つぶれを防ぐということを一般論でお話ししましたが、どうやら映像を見ると白飛びはオフの状態と変わっておらず、シャドウ部を持ち上げて派手で明るく見える映像に仕上げるという働きをしているようです。
パッと見は綺麗に見えるのですが、やはりどうしても大型のディスプレイで映像を見たときに、かなりのわざとらしさと暗証を持ち上げたことによるノイズが気になってしまいます。完全にスマホ用などの小さい画面向けの動画であれば良いのですが、個人的には大型のディスプレイで映像を見ることも多いので、HDR はオフにしておこうと思いました。シャープネスは前の動画でもお話ししている通り、低だとかなり柔らかめな映像が出てくる傾向です。これはセンサーからのデータがあまりパキッとしてないということでしょうか。それなりの性能のセンサーを搭載しているはずなので、元素材が粗いとするとなぜという感じではあります。個人的にはあまりバキバキにするのは好きではないので、3段階しかないのであれば中というところに落ち着きました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこのようなデジタルガジェットのレビューを中心にお届けしております。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは失礼します。